水曜日のガンプラ教室。皆さん、ガンプラ作ってくれてますか？ガンプラの公式総合施設であるガンダムベースから各週水曜日18時配信、水曜日のガンプラ教室の時間がやってまいりました。イエーイ、おにぎやかだ。はい、今回はですね、ウェザリングコンペティション、皆さんと勉強しましたウェザリングのテクニックを存分に発揮したあなたの作品を見せてねということで、視聴者の皆様に X に投稿していただいた作品を見ていこうという、お時間になっております。今回はもうご覧の通りですね、まずは私マイスターゆきと、はい、リンプラのアンドゥこと安藤レナと、リンプラの関節好きの関西人新井芽衣です。あと、とはい、私ガンプラコンシェルジュの牧と申します。教えてガンプラコンシェルジュ YouTube でライブ配信を行ってますので、ぜひご覧くださいということで、今回よろしくお願いします。お願いします。以上の4名でお届けしていきます。それでは早速今回のコンペ作品見ていきましょう。じゃあまずは私から、ビルダーネームグティさんの作品名、陸戦型ガンダム in 沖縄太陽でございます。はい、こちらもコメントもいただいておりまして、リアルタッチマーカーとウェザリングマスターを使った作品です。初ウェザリングでしたが、技術よりもイメージが大切な工程だと思いました。かっこよくできて大満足ですっていう、あの挑戦してみてくれた感じですね。ありがたいです。で、挑戦してこれよっぽど気に入ったんだろうなっていう感じ。あのね、あの持って行って一緒にカフェでね、飲み物を飲みながら眺めて、海に持って行って眺めて、いや、よっぽどこの気に入ったんだろうなっていうのが今回この写真から伝わってきてしまって、あの、あと勢いもあるしね、うん、初ウェザリング、あの以前あのクレオさんの荒木さんに、ね、来ていただいた時にも、はい、まあ、最初はまあやりすぎちゃうこともあるかもしれませんがっていうのも、それももう、もう込みで今回はそのやってみて楽しかったんだろうなとか、実際やってみて、さっきのコメントのようにね、あのイメージみたいなのが大事っていうのを実感したっていうのが何よりもあのこの作品に収穫、この作品の収穫なんじゃないかと思うとかね、すごいそう、うん、かなと思ったのと、何よりその気に入ったんだねっていうのがすごいですね。全写真から伝わってきたので今回は選ばせていただきました。あと自然光強い、いいね、強いって素敵っていう意味でね、うん、そう、しかもその沖縄タイトルもまたちょっといいタイトルつけたわ、なんか、カフェの背景だったけど、それもあ沖縄満喫してる感じがあって、はい、まあ、今回はその写真のタイトルと付け方とうまかったな。そしてウェザリング挑戦してくれてありがたかったし、うん、まあ、そのウェザリングの調子も、結構写真細かく寄ってくれたりした写真も用意してくださって、うん、あの見てみると、うん、あこういう風になってんだなっていうのも分かりやすかったんで、今回はこちらを選ばせていただきました。はい、みんなどうです？いや、素敵な写真が、うん、なんかもう映えですよね。そう、今回そう映えだ、映えって感じで、なんかウェザリングって、うん、その、まあ、汚しじゃないですか、うん、だけどそのこういう綺麗に映えさせるみたいな、うん、もうできるんだなってちょっと感じました、ね。うん、そう、まあ、基本的には写真コンテストではないんだけども、なんか今回はそれを、はい、それをもうこう超えた何かをね、うん、ちょっと見えたよね。はい、じゃあ次は牧君ご紹介お願いします。はい、私が紹介するのはこちらです。ビルダーネームゆうまさんですかね。はい、ゆうまさんの作品名、砂漠の虎でございます。はい、こちらですね、やはりラゴーといえば砂漠ということで、ウェザリングマスターを各種使って砂汚れを表現してみました。重厚にすす汚しをつけたりとか、足は多めに汚したりと、リアリティを少しですね追求しておりますということです。そして枠欲しいですとやっぱりねラゴーは今激アツのシリーズ、ね、ガンダムシードシリーズのモビルスーツでございますので、うん、はい、やーこの僕ね選ばせていただきました。まあ、画像の方も出てると思うんですけども、うん、作品名砂漠の虎ということなので、このねジオラマで置いてもらったラゴがとても生えてるんですよね。で、まあ、砂漠の虎、砂漠ということなので、やっぱりこう四足のところをブースター使って結構ホバー移動というか、高速で移動するのがラゴーの特徴ですので、足が汚れるっていうのは大変説得力のあるリアリティにつながるポイントだと思います。は
はい、アニメよく見てるよね、そういうイメージ湧くっていうことはさ。はい、お二人いかがですか。いや最高ですね。ラゴあの好きなんや、肩入れしてんな。そうだね、まあ、バクーの方が好きなんですけど、うんうん、ラゴーも作ったからバクー作って塗装もしたんで、まあ、愛着が湧いたというか、まあ、そのラゴーリアリティがある汚し、うん、最高ですね。四足型モビルスーツって珍しいしね、うん、確かに、うん、だからちょっと他の人型とは違った汚し方もちょっと違ってくるのかなっていう感じもするけれど、うん、低いから身長がさ、はい、はい、そんなのもちゃんと やってるな、うん、はい、いい砂汚れ感です。リアルリアルリアル、ありがとうございます。じゃあ次はレナちゃんにご紹介していただきましょう。はい、私がご紹介させていただくのはビルダーネームメイ先生、作品名はシト、はい、コメントはエントリーグレードのニューガンダムをシャアとの激戦をイメージして全体的にダメージ表現を追加、パーツのエッジでドライブラシ、ミスターウェザリングカラーでフィルタリング的にウェザリングということです。うわ、ん、いろいろやったんだね。そうですね、あの写真もめちゃめちゃ4枚くらいついてたんですけど、うんうん、もう全体的に結構ダメージされてて大胆だねこれ。大胆ですよね。でなんかもうウェザリングって感じの言い方って、ね、はい、もう結構あの画面全体にウェザリング感を感じさせられる、うん、あの作品だなって思って私はこちらを紹介させていただくことになりました。エントリーグレードってやっぱり手に入手しやすい、まあお求めやすい価格だったりもするから、うん、そういったところでこう練習的に思いっきりやってみるっていうのもやりやすいかもしれないですね。確かに、まあ、あれだけの戦力差でアムロが戦ってましたからね。確かにアムロのことだから必要最低限の回避行動で避けてるから、これぐらいの傷だったら走行のちょっと傷ぐらいだったら支障ないっていう形で多分戦うと思うので、もうなんだかんだここまでダメージ負ってるけどしっかり戦えるっていうのがあるとは思いますので、そういったイメージで作ってみるのもいいのかなと思いましたね。もうイメージ通りって感じですよ、死闘って感じです。はい、タイトル通り、タイトル通り、もしかしたら3回ぐらいシャアと戦ってるかもしれない。うわやばい映画の中で描かれてないぐらいのどっかのみたいな、ね、はい、何かしらで、ね、決着つかずにでもあの完全に直す暇はないからこの状態で動く状態で出撃して最終的な姿なのかもしれないです。いろんなストーリー思い浮かべちゃいますよね。ファンネルもあえてつけてないとか追加してないんじゃなくて、はい、使い切った後っていうことで、はい、ないのか。設定的には使い捨てのイメージもあったりしますからね。そうね、劇中のフィンファンではそうなっちゃってましたもんね、はい、あ、やっぱイメージ大事なんだな、はい、ということが伝わる作品でございますね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。では次はめいちゃんにご紹介していただきましょう。はい、僕が紹介するのはこちらの作品です。ユルダーネームタムタルトさん、作品名が初ウェザーバーディングです、うん、はい、とコメントがですね、こちらの配信を見てウェザリングとドライブラシに初挑戦してみました。リアルタッチマーカーでの作業は簡単で初めてでもいい感じになった気がします。お、初めて見てくれて、はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、今後ともよろしくお願いします。いや、もう初ってやっぱりあの絶対緊張もすると思うんですけど、うん、あのいい感じになった気がします。めっちゃわかります、うん、そう、自分でもあのウェザリングした時ってめっちゃ不安になっちゃうんですけど、最終いい感じかもみたいな。でもちゃんとそのウェザリングとドライブラシにも挑戦してくれてるということで、うん、もう最高に最高、最高に最高な、うん、最高に最高、最高に最高な作品なんですけど、うん、もう使いこなしてるよね。はい、初めてとは思えない出来栄えというか、これは素晴らしいですよ。しかもデミバーディングって結構汚すところを考えるなと思って、うんうんうん、はい、だけど結構いろんなところにドライブラシもめちゃくちゃ丁寧にされてて、いや、めちゃめちゃなんか奥行き出る感じのウェザリングな感じもします、ね、うん、
うん、劇中でもまあ後半の方のに出てきたから、はい、そんなにこう出演回数は多くない中で、うん、でアニメーションだからこう CG みたいにさ、はい、ウェザリングをテクスチャで施したっていうような映像はそんななかったと思うんだけど、はい、そんな中でまあ活躍の様子とか、はい、まあ、どう戦ってきたのかっていう想像でね、うん、ここまで表現できるっていうのはやっぱ想像力すごいですね。素晴らしいです。もうじっくり見ていきたい作品ですよね、うん、本当だ。いや、このアップでちょうど撮ってくれてるの写真、はい、あのいいですね。あのこれから挑戦してみようっていう思う人たちも、うんうん、どのぐらいの度合いがちょうどいいのかなっていうのの指針になりそう、うん、参考になりそうなんで、これもいい写真ですね。はい、なんか教室のために撮ってくれたようないい写真もありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。やっぱり初めてでも やっぱやってみることですよね。はい、うん、僕もいろいろな素材マテリアル使ってみるまでわかんないとかってあったし、あの前回またさっきも言ったけどクレオスさんの荒木さんね、はい、来てくださっていろいろご説明してくださったんですけど、うんうん、あのやっぱそれでやっと分かるものとかありますから、うん、まあ、実際やってみて、はいはい、みんなにもどしどし挑戦してもらいたいと思いますね。はい、挑戦してくれてありがとうございます、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回ご紹介させていただく作品は以上となりますが、たくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当にいっぱいね、あのこれ以外にも初めてっていうような人とかもね、いろんもうまとまってる作品と、あのなんだろうな、慣れてるなっていう人とかね、いろんな作品があったんですけれども、はい、やっぱ嬉しいですね。あの配信やってる身としては、あの参考にしてやってみましたっていうのは嬉しいんですけれどもね、はい、はいはい、めちゃめちゃ、でもじゃあ この機会にちょっとメイが作ってきた、成果発表じゃないですけど、はい、いいですか、見てもらっても、ぜひぜひ、はい、お願いします。じゃあビルダーネームからご紹介お願いします。ビルダーネーム、ビルダーネーム、リンプラの関節好きの関西人です。関西人です。名前が合ってない。作品名は、はい、作品名はメイちゃんのメイちゃんです。君にしかできない。確かに。そうなんですよ。見どころは、見どころはですね、いや今回あのドライブラシに、うん、授業中に初挑戦したということで、うん、ハマっちゃいまして、うんうんうん、ちょっといやこれメイちゃんに施しちゃおうと思って、うん、白いパーツが多かったんですけど、うん、ね、そこら辺は、はい、組み替えて結構全体的に暗めで組み立てた上で、シルバーのいつものクレオさんの8番で落下の8番で、はい、ドライブライさせていただきまして、でやっぱりなんて言うんですかね、その膝ついて応戦してるとか、うん、そういう場面がよく見られるかなと思って、膝とか、うん、結構やっぱ足元とかに汚しを集中させてみたりしました。アニメもちゃんとね、はい、ちょっとね、拾ってコンシェルジュ、はい、目線からいかがですか。いや、 やっぱりこの子はガンプラなんですけども、とある事情で実際に戦っているので、うん、はい、それのダメージ表現というか傷表現がその、はい、ね、ドライブラシで表現されていると思いますので、めちゃくちゃいい作品だと思います。ありがとうございます、ね、そしてガンダムベース東京で飾りたいキャラクターでもありますので、ぜひぜひこのメイちゃんを選んでくれてありがとうございますというところでございます。メイちゃんめいちゃんいるよね。はい、そうなんです。一応顔もちょっとだけ、顔のここら辺、うん、目の下に、シルバー系のパウダー乗せてるんで、うん、パウダーってかあれですね、お化粧のようなメイクなのかなってわかんないですけど、まあ、若干キラキラさせてるので、ちょっと実物見に来てほしいです。これ見に来てください、ぜひぜひ、はいはい、はい、飾っていいですよね、ここで。お、飾っていいんですか。言ったら飾りますんでって言っちゃえば飾るしかなくなるから、飾りますんで、はい、よしよし。じゃあ私も、ね、何やら飾らせていただきます。飾っちゃうかな。じゃあこちらも見どころは。こちらの見どころはもう、なんといっても私たちの、リンクルプラネットとクレオスさんとのコラボ塗料が出てるんですけど、はい、もう皆さんご存知かもしれませんが、はい、アンドレナステラピンクを使わせていただきました。そしてこの赤は、はい、石川エリカステラレッドです。
でこちらを、はい、ここのちょっと薄めのところもシルバー系の塗料と混ぜて使ってみたりしたんですけれども、朝食して作ったりもしたんだ。そうなんです。もうめちゃめちゃ自分たちでこの色も決めたんですけど、うんうん、めちゃめちゃ発色も良くて超いい感じの塗料なので、ぜひ皆さんガンダムベース東京に来た際は見に来てください。ちょっとまだね汚されてはないんですけど、これから汚されるかもしれませんよ。かもしれません、はい、かも。この綺麗な状態は今だけかもしれない、はい、見といてくださいね。ここからケット行ってきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私たちリンクルプラネット公式 YouTube チャンネルでは、うん、もうねみんなが気になるね、はい、作品とか、こんな作品とか、あれとか、これとか、このプラモとかもね、はい、いろんな最新のガンプラを開封動画出してますので、うん、ぜひご覧ください。ぜひ、はい、もう皆さんぜひもう今見た方はね絶対見てください。見てください。はい、詳しくは概要欄の方に URL が貼ってありますので、そちらから飛んでみてください、はい、では続きまして、マキ君ガンダムベースからのお知らせをお願いします。はい、現在ガンダムベース各店舗では機動戦士ガンダムシードシリーズワールドを開催中でございます。シードシリーズの魅力の詰まった展示を行っておりますので、詳しくはガンダムベースのホームページよりご確認ください。そしてご覧のチャンネルで私ガンプラコンシェルジュがお送りする教えてガンプラコンシェルジュも行っております。ぜひご覧ください。というわけで皆様ご参加ありがとうございました。そしてコメンテーターの皆様もありがとうございました。ありがとうございました。また次回のコンペティションでお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。次回はガンプラテクニック、知れば知るほど楽しくって仕方ない。次はみんなにも塗装に挑戦してもらいたいな。次回ガンダムマーカーに会った日、見てください。